音楽教育、音楽教育、音楽教育とは、音楽に関連する教育活動、内容の総称。音楽そのものについての教育と、音楽を通しての教育活動全般の二つに、対別される。類語に、教育音楽があり、一般にはその後は学校における、音楽教育を指す。音楽教育は、行われる場所によって、次の通り分類できる。 学校での音楽教育は、授業とそれ以外、特別活動等で行われている。日本の学校において、音楽の授業は、一斉授業で行われることがほとんどである。作曲や演奏、気学、声楽などでの表現として、合唱、合奏、即興演奏等を体験させることが行われている。また、音楽鑑賞が授業で扱われる。楽天、音楽学などの関連知識も、 表現、鑑賞とともに適時取り上げられる。幼稚園、保育所などでは、リトミックなどを取り入れた授業、保育を行うこともある。特別活動等としては、学校行事として、校内合唱コンクールを開催している学校も多く、校外学習や体育祭等と同様、全校行事として、児童、生徒全員が参加することも多い。また、合唱や器楽合奏、 吹奏楽など、クラブ活動、部活動としての音楽教育も行われている。楽器の所有率にも現れている通り、家庭教育としての音楽専門教育も盛んである。子供に、ピアノ、電子オルガンの個人レッスンを受けさせているところも少なくない。また、学校教育を受け終わった成人に対しても、音楽教室、カルチャーセンターなど、 生涯学習としての音楽教育の場が多く用意されている。なお、音楽の専門教育を行う教育機関は、音楽高等学校、音楽系専門学校、各種学校、大学、大学院の音楽学部、学科など多数存在する。音楽についての専門的な講義、演習のほか、実技の個別指導が行われることも多い。1872年、 明治五年に制定された学生で、小学校で、小科、使用科、中学校で、総学という教科が設けられた。これが、日本の学校教育における、音楽教育の始まりとなっている。しかしながら、当分これを書くとされ、その内容については、1878年、明治11年、伊沢修司と、目形谷太郎が、音楽に関する、 上申書提出をきっかけに固められ始めた。この中で、当時の音楽を、大衆音楽なども含めて、身分制度を引きずるものとして否定し、新しい国学の推進をすべきという趣旨の意見が、述べられている。1879年、明治12年、政府により、音楽取調べ係が開設され、西洋音楽の輸入が進められるとともに、教材なども整備された。なお、 教科としての、章科が必修になったのは、1907年、小学校が6年間の義務教育になった時である。1941年、昭和16年に、国民学校令が交付され、章科は、芸能科音楽と、名称変更された。第二次世界大戦後、1947年、昭和22年の学習指導要領により、教科名が、正式に、音楽とされ、 内容も現在のような歌唱、気学、創作、鑑賞を中心とするものになっている。なお、発声、歌唱については学習指導要領が最初に告示された時より、試案の際の研究結果をもとに移動度症法と統制的発声で指導されていた。1998年告示の学習指導要領では、小学校では自然で無理のない声、 中学校では曲種に応じた発声を指導するように表記が改められている。音楽は表現の一種であるため、音楽教育においても表現をどう伸ばすかについて取り扱う。そこでまず表現そのものについて抑え直し、それをどう指導に生かすかを研究している。代表的な研究分野は下記の通りである。音楽美学からのアプローチも含む、ジョン・デューイ。 スザンヌランガーなどが研究されることもある。発達に関する音楽心理学のほか、情緒、エモーション、情操、センチメントの意義や音楽の才能、タレントについて考察し、その発達を促すための研究が行われている。また、音響心理学、生物学などをもとにした身体、聴覚、視覚の発達に関する研究や、創造のプロセスと、 その発達についての研究なども含まれる。各国の音楽教育制度の変遷から、実践につながる考え方を総括する研究など、音楽を学ぶ楽しさの共有を考えるときなどに、研究される。フェルディナント・テンニースの提唱したゲマインシャフトと、ゲゼルシャフトにも触れられることがある。学校での音楽教育としては、コダだアイメソッド、節作りの音楽教育などがある。 これ以外にも広い意味での創作、作曲教育について実践の場で研究が進んでいる。また、専門教育としては、鈴木メソード、バークリーメソッドなどが挙げられる。日本で教員免許を取得する際には、教育職員免許法施行規則大市場に基づき、次の内容を含む科目を規定単位数以上履修する必要がある。音楽に限らず、 実技教科を専門とする教員は、募集人数が少なく、また、採用されたとしても担当授業数の関係で、講師扱いとなることも多い。大学で音楽について、専門的に学んだとしても就職が安定しないことが多い。近代西洋の教育は、精神、身体に言論に基づいて、体を軽視する傾向にあった。ことに、音楽教育は、音楽の独自性。 自律性を強調し、身体的要素など音楽と関係がないと考えられた要素を切り、理方法で発展した。今日の日本でも音楽教育は、上層教育の一環と考えられている。こうした身体軽視の音楽教育では、音楽に合わせて自由に体を動かすといったリズム感を体で表現する基礎が身につかない。園部三郎は、上層に対して、 情動という概念を対知し、上層主義的音楽教育を繰り返し批判している。その部は、人間が、当然自然に持っている、生物学的な能力である、情動と、その土台の上で文化によって発展させていく、上層の二つの面を指摘し、幼児期の音楽教育ではもっと本能的な情動を重視せよと主張している。池内と文次郎、石川和、伊沢修司 伊福部明、岡野定一、勝吉夫、神谷信義、鈴木真一、島津武人、田住康子、長井浩二、乗り杉吉都長谷川義夫、山本博士アドルフ・イエンゼン、アリベルト・レイマン、アレクサンダー・フォン・ゼムリンスキー、エミール・ジャック・イコール・ダル・クローズ、カール・オルフ、コダー・イゾル・ターン、チプリアーノ・デ・ローレ、チャールズ・ハレ、ジョン・ペインター、マリー・シェイファー、 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。